この町は国鉄橋のね、あの僕を自由に使いながら表現政治や国鉄の活動をですね、生き生きと書かれているんで、まあ今ちょっとその本文を読んだように本当に国鉄橋のね言葉がこうそのまんま入ってくるものだから難しく思われるわけですね。またあの人生難しい。でどうしてもこの法華経のことを一応お話しておかないと何が何だかわからない。まあ初めにもこの十方仏土中は法華の唯無なりが出てくる。その法華だね。この法華っていうのは一体何だ、詳しく言うとあのまあ妙法蓮華経というんですね。そのまあ昔からのね注釈によると妙っていうのはあれなんですね、この法大切なのはこの妙法の法だ。この法っていうのはまあ仏法なんだけれど、この仏法はちょっともう言葉では言い表せない、もう資料では至りえないから、これを妙、ね、でまあ法は仏法から蓮華っていう、これはまあ逆蓮華だけど蓮華っていうあのまあ蓮の花ですね。あれはあの汚い泥の中から生まれたのが出てくるんだけど、しかしながらその汚れがついていない、その清らかな姿ですね。で表情の訪問はそのもろもろの邪悪に汚されないという意味で、で法華あの法華のことをですね、あの法のことを蓮華に例える。それからまた蓮華っていうのはね、華か同時、その蓮華のその蓮の実ですね、それをこう割ってみるとその中にちゃんともう水の芽のあれ、まあ柿の種でもあれですがね、ちょっと芽が出てるでしょ、そういう芽を含んで、そしてそのだから花と実とその一つになっている、へか同時、それと同じようにそのほうと言われるものもシャバ即逆行度だ、こういうシャバ世界でこれが本当は逆行度なんだいうのに例えて、この蓮華っていうか。それから第三には、蓮華っていうのはこう、あの、一本だけスッとこう立っていくね。こう枝や、その、枝葉に分かれて、それからまた、つるにならない。たった一本、スッとこう出てくる。という意味でですね、その、この方は、その、症状にあらず、言教にあらず、唯一、一仏像だ。で、無二や無三って言うけど、二もまた三もない。そういう意味で、法を蓮華に例える。そして、経っていうのはね、これはお経、単なるお経じゃない。経っていうのは縦糸っていう意味があるね。この地球でもあの経度、緯度っていうじゃないですか。縦の方が。それで今まあ南方の方の人たち鼻をこう連ねてですね、こうなんかこれかける写真がよく出てるけど、ああいう風にですね鼻をみんな連ねて、そうしてそのカマンをカマンっていうその花の
ういう意味で、そういう意味の一本貫いてるっていうことですね。で、訪問駆毒林の花草を皆、花草が皆集まって、その妙望に帰する。こういう意味で、伝言に立たれる。まあ、今話したのは実は、この古来の中だ。私が考えた話やね。で、その昔からの注釈によるとそういうことになった。これで、みんな分かったよな、分からない。その話だ。っていうのは、なぜかって、何、法っていうのは口じゃ言えないって、それを、まあ、蓮華に例えるって言って、どういう意味で例えるんだって言ってね、いくら飲むでみたってさ、実物が分かんないの。俺だから分かんくないよ。で、あれですね、まあ、昔からの本を読んでみると、そういう分かったようで分からない注釈ばっかりが書いてあるわけです。で、そうじゃなくて、もっと本気になって、俺の話として、そして、俺の人生ね、俺の生命の話としてどう読むかっていうのが、まあ、私のやりたいところだ。で、それは、言うとね、法っていうのは、言葉で言えないって、それだけじゃダメだ。それで、まあ、これ、ここでやった八大人格のところにも法っていうのが出てきた。それから、弁道話の巻にも法っていうのが出てきてですね、この法について私は生命の実物っていうあれを言ってるわけですよね。この生命の実物なんだ結局は。で、ホッケの手っていうのね、手とは何かっていうと花ですね。これは何かっていうと、内法っていう本にね、注釈として、手とは何、これ何と、貝なって書いてあるね。貝っていうのを開くっていうこと。要するに、花が開くっていうことだ。ということね。そうしてみると、ちょっと分かってくるんじゃない。俺の生命が本当に変化し、改善するんだ。こういう話になる。いや、それで、それがお経の何もなっている。だからまた、法華経っていうのは、単なるお経の名じゃない。生命の、こういう展開の話だ。いうことですね。ところが、この法華経っていうのはね、昔からね、諸教の王、たくさんの諸々のお経の王様だっていうね、これはまあ、法華経、法華経っていうのはね、大体28巻あるわけだけど、その中の薬王菩薩本地本っていうの中にね、その法華経は、諸教の王書いた。いや、法華経って、前、私一番初め読んだのは、中学時代、読み始めたんだけどね。まあ、観音経も、その法華経ですかね。で、まあ、観音経読み始めて、それからもっと、法華経っていうのを、読みたいっていうね。中学時代読んだことある。何が何だか分かんなかった。何しろね、自分の提灯持ちばっかりしてる。このお経は素晴らしいお経の、もう、諸経の王だって言ってね、書いてあるのが法華経に書いてあるって。自分で、私みたいなもんだ。私は、これはもう、次の時代を作る人間だって自分で言ったりとかしかない。で、そういう法華経は
仏教の教は、たくさんあるけど、その中の補教の中の一番素晴らしいお経だっていうことね。で、またそれが、それ、そのためにね、日本でも平安朝時代からその法華経は本当にその尊ばれてきてるわけですよ。それで、いろんな、あの、坊さんが法華発行っていうのかな、 要するに法華経を開講しているね。ところがね、どうもその法華経っていうのはね、昔から本当日本人にも尊ばれ読まれてきているんだけれど、どうもね、法華経はあんまり尊ばれすぎてっていうかね、それっていうのもね、法華経があんまり文学的叙述が華やかすぎる。素晴らしく、まあ、この中で法華経を読んでる方ももちろんある、得られると思うけど、法華経を読んでみると素晴らしい、文学的叙述が華やか。そして、まるでこのレビューでも見てるみたいな、あれですよね。 そして非常にお釈迦様がまず神通力を果たして、まあ人弁不可思議なことで、日本人はその人弁不可思議っていうところにそのありがたいっていうところを感じている節があるね。それで今度南無法蓮華経って今度日蓮聖になり始める。 南無法蓮華経、南無法蓮華経っていうとですね、まで鎌倉の辰六寺でね、日蓮聖人が縛られて首を切られるっていう時に、首を切るために振り上げた刀がバラッとね、生まれちゃったっていう話なんかあるじゃない。こうすると、 南無法蓮華経っていうのそれがそれほどの功徳があるんだっていうね。あるいは鍋かぶり日清っていう人の話もあるね。南無法蓮華経、南無法蓮華経、唱えるもんだから、政府から唱えちゃいけないって言われて、牢屋入れられた。本当牢屋の中で南無法蓮華経、南無法蓮華経やってるもんだから。 それで、鍋を焼いたやつ頭へかぶせられたっていうかね。それも南無やめない。そのうちにまた政府の方から、まあしょうがないから、それ外に出してやる。いや、出ないって。それで、牢屋の中で南無法蓮華経やってるもんだから。頼むから出てくれって言われてたら、ほんなら出てやる。南無法蓮華経、南無法蓮華経って出てきたっていうような話がある。 そうすると日本人に南無法蓮華経っていうのはどうもね、まあちょっとファナティックやる狂信的な感じがするわけです。この法華経は一番こう信仰宗教とも結びつくあそこだ。結局人間不可思議だって言ってね、そして功徳が素晴らしいっていうようなことを、その功徳がまあそういうような、 あれに結びついちゃって非常に狂信的になる。それでね、それに対してね、私としてはそういう文学的叙述、これ大体お経を読むのはね、インド人っていうのはまあこの頃、まあインドが近いです。まあここの今日、北条さんもこの北条さんも今インドに行ってるわけだけどね、 昔はインドが遠かったわけだ。で、昔の坊さんはちょっとインド行ったら、ニッチクシャモっていうね、大した方がいたわけだけど、今は簡単に言えば。で、まあ、インドの人たちの気分をあれしてみると、インド人っていうのは非常に、なんていうかな、話が好きだし、それから、 理屈っぽいらしいんだね。それで、何かっていうと、すぐ議論をかけてきて、
이제 사면 말지도 않게 내 사주를 알지도 않나니 나는 사주를 안 한다니 절대 간절하게 개혼교만 가서 기다라네. 맞아, 私 또 개혼교가 呼びきれないけど 一つの その 巻きにはね 問いがね 2000出てくるね 何々は何々するや何々は何々するやってね、そういう問いが200に並んでる。そうして今度それに対する答えがね、それにはいくつあるとはって、それで一つずつこう分析して、それに一時やってね、そうすると合計2000その答えが出てくるじゃない。それがこうだーって書いてあるんだから、 ちょっとね、今の我々には、ついていかねえとこは、私何遍も、敬語を呼ぼうと思って呼び始めるんだけど、途中でもって、うんざりしてやめちゃうね。そのくらいね、インド人っていうのは理屈っぽいっていうか、話ずっちゅうかね、しつっぽいっていうか、ところは。それで、まあ、文学的にも、非常にその、日本人はその、 まあ、ご覧の通り、この小さい国土で、それでせっかちだ。だから、もう簡単なところで、一口に言って何だっていうね、いうことばっかりだ。その、ところがインド人はその点、膨大な、インドって一口に言うけど、あれ一つの大陸だもんね。それでもう、その、膨大な、 叙述でもすごい叙述をする。で、そのね、だからお経を読む場合、そういうインド人の癖だね。インド人の癖をさっぴいて、そしてそこに何が書いてあるっていうのが、まあ、私の読み方なんです。その、インド人の癖について言ったら、それは一生ちょっと短すぎちゃう、私なんかで。インド人のそういう、 くどい癖ですね。それをちょっとさっぴいて、そして、その、息のいいところ、一口に言って何だっていうことはね、要するに本質的なところ、それが見たいわけ。で、だから、法華経でもそれは膨大なね、その、呪術が書いてあるけど、いや、これ、そう、 法華経のやっぱりこれ、薬王菩薩の本日本に書いてあるけどね、その、香油を、香油って匂い、香水ですね、香水とか香油とか、腹いっぱい飲んで、そして香油を身に、塗りつけてね、そして火を灯し、そして、あれなんですね、これ、十方、80の、 80億ですよ。80億豪華者数の世界を照らしたっていう話が出てくるけどね。これ、まあ、そういう、その、形容詞だ。いや、本当にやってみたってね、もし、こういうの飲んで、そして火灯したり、いたっていい匂いはしないと思う。やっぱり、死体臭の方が強いんじゃないかと思う。 だけど、形容詞としては、それだけある人、火灯したら、いかにも、いい匂いがして、そして85ヶ所の世界を照らし、そして仏に苦労したっていう話に、ちょっと、そうかなと思う人もいるらしい、いるんじゃない。ところが実際にやってみたら、そんなこと、とてもじゃない。焼き場の匂いになっちゃうと思うよ。 で、そういうような、形容詞として見なくちゃなんない。ところが、日本の、その、狂信者たちっていうのは、それを文字通り受け取るっていう人もいるわけなんでね。それで、法華経っていうことが、すぐ、いわゆる、狂信者と結びついちゃうっていうことがあるわけ。 で、その点、そういうのは全部引き去って、そして法華経の
無量義所三昧に入ってる姿を拝んでいただいたからね。
その時に仏に二間脈をそう呼びて、仏さんの仏仏を見てわかるよ。ここにこう、こっちがあるでしょ。あれがまあ大体あの、こう、あれなんらしいんだね。細いね、白い、あの、毛らしいんだね。それが、中っていうと、ピューンと伸びて、そして、その十方を照らすらしい。で、二間脈合相の光を放って、東方万八千の世界を照らしたもうに、周辺せざることなし。霜は阿鼻地獄にいたり、神は赤みが天にいたる。こういう。ほら、あれ、ほんま、仏教で言うと、十方、あの、東方万八千のどっちだけど、東方って言ったって、いつも言うように、東って言ったって、どっちが東だか分かんないですからね。もう、仏教でもって、東方って言ったら、あらゆる世界。それを、全部、その、二間の脈を、そうで、光、照らし出した。そして、あらゆるね、六道の宇宙、あの、地獄が鬼畜生死だり、人間天上とかね、六道の宇宙、それから、そういう修行に対して、あの、法を説かれる仏たち、それから道を治める人々、菩薩たち、あるいは涅槃に入られた仏たち、それからその、唯業ね、を、あの、納める法と、まあ、あの仏さんが亡くなるとそれを仏舎を集めて法灯を作るでしょ。その法灯も全てがもうありありと現れたっていうね。それでね、今度そこに弥勒菩薩が今世尊は人弁の僧、人弁の僧を弁じたもう、まあ、本当に不可思議な僧を転じたも、これは何の因縁によってこの髄あるこのね、諸仏の師である文殊師利菩薩に尋ねた。この文殊さんというのはもう過去からのね、あのたくさんの仏さんのご師匠さんをしてきた菩薩なんだからね、その文殊さんに尋ねたところ、文殊さんは過去の仏たちのここにも出てくるけど、唯尊師っていうね、その思い浮かべ、そしてこれは聞くと大乗妙法蓮華経菩薩法仏書五年を説かれるのであろうと答えられたということね。この要するにこれから法華経をお説きになるんだろうという答えだった。まあざっと言っても、この法華経のね、叙述はそういう、その、大した、あの、華やかな叙述になります。で、まあ、それが序本です。一番いいのね。これ、このね、序本を見てね、まず、思うの、これ、まず、大乗経無量に、経菩薩法、仏書が出て、要するに、無量に経ってどんなお経だろうか、っていうのが、まず考えなきゃ。これ、どうせ無量義経を説かれたからね、そのお経がどういうのか、はっきり知っとかないと、法華経の話はわからないと思う。そして、無量義書三昧、これ三昧に入られた。そして、その三昧から立ち上がられて、この法華経の話されるからね、この無量義書三昧っていうのもどういうものか。そこをね、あの、まず考えた。それから、第三にね、東方万八千の道を照らしたというけど、これはどういう意味か。単なるね、これ、その、なんていうかな、ピカッとこうね、の、まるで今の、あれみたいに照明当てたという話として受け取ったんじゃしょうがないんだ。仏法としてどういう意味かということね。それをまず考えてみたいんだ。それでね、結局法華経の前提となる無量義経というのはどういうことかというとね、読んでみるとね、確かにこれ法華経の本当に大切なところがはっきりまとめて書いてあるね。
で何母その無量義経でもってもう話は大体終わってるのに、これを法華経じゃ本当に文学的に華やかに展開されたんだなってことはよく分かる。それでその法華経っていうのはだからあんまり華やかすぎてね、法華経を読んでるとその、あれですね、それ以前の般若経とか、それからそれ以後の涅槃経とか、その大五領寿経とかとともね、つながりは分からない、法華経を読んでる。しかしながらこの無量寿経を読むと その辺がまたはっきり分かってくるしね。だからちょっと無量寿経の触りだけちょっとここでお話ししますよ。この触りなんだから大切なんだから。でこの無量寿経でね、まあ大切なのは説法本第2弾で、その説法本第2の中でもその一番大切なのは一体どういうことかっていうと、こういうことね。一切諸法は、あらゆるものは本来根、本来根っていうのは本っていうのは元っていうことで過去ですね。それから来は未来だ、それから根っていうのは今だ。だから要するに過去未来現在焦燥空弱にして焦燥空弱にして大なく小なく、大きいも小さいもない、それから生なく滅なく、生まれることもない滅することもない、獣にやら動にやら上獣でもない変動でもない、真にあらず体にあらず、進むんでも退くんでもない、なお虚空のごとく二法あることなし。これだけは大切なんだ。今だいたい焦燥空弱っていうのはどういうこと、結局ね、我々あらゆるものね、この焦燥っていうのは、まあ、本性、それから燥っていうのは姿ですね。このあらゆるものだ、あらゆるものはね、空弱、あらゆるものは我々こう、人間ってのは頭を持ってるね、この頭を働かせなこそあるんだ本当は。で頭を働かせない、頭をいつも私が言う頭手放しにしたらね、ほら有無ともに病んでいるってことはね、あるともないとも特別に取り立てられない。それがこれを弱という、要するに空弱だ。捕まえれば、掴めばこそあるんだ頭でね、頭で何かこれって掴めばこそあるんだ。そのところがそれを手放しって言ったらね、そしたらもう空弱ですね。で二層あることなし、二方あることなし、その大きいとか小さいとか、生まれたとか滅したとかね、であらゆる二方っていうもの、生きる死ぬ死ぬっていう二方もないわけだ。で悟りも迷いもないわけだ。二方あることなし、二方あることなし。二方っていうのは悟った迷った、好きだ嫌いだ、得した損したね、みんなはその金持ちだ貧乏だっていう、こう要するに分別ですね。分別、頭手放しにしたら分別はないんだ。分別、分別っていうのは
わけわかるでしょ。おわかるわかるでしょ、ね、これって取り立てる。ところが頭手放しにしたらそれだからそのまんまであって、すべてそのまんまであって、ね、何として取り立てられないもの。だからね、二分あることになる。つまり頭を我々の頭を働かせてこれだとこう使い分けこそあるけれど、頭手放しにしたら何とも言えない、ただあるというわけだ。これを如念ですね。如念。格のごとくあるというだけだ。これはまあ一体そういう境地はどういう境地かって、またそういうふうに考えれば違うんだね。大体あれですね、我々ほにゃって生まれてきた時、そしてまあこの世を愛したら寝かされてるだろうけれど、寝かされていてこうやって愛したらただ天井が映ってるだけじゃないか。これ二歩はあることないじゃん。でまあ、今の子供はどうか知らないけど、昔の子供は天井向いて寝かされてから天井からなんか変なものぶら下げて、色のをカチャカチャしたようなものをねぶら下げてるじゃない。それでもあれは何だ、こうね取り上げて判断していない、赤ちゃんね、であれは赤いの、あれは黄色いの、あれは綺麗って、もうそんなこと思わない、ただ映ってるだけじゃない。で結局その頭手放しのところただ映ってるだけだ。でその次にね、まあだから一切諸法は本来こう焦燥空弱にして大なく小なく、小なく滅なく、重なく、重にあらず道にあらず真ならず体ならず、なお虚空のごとく二法あることなし、こういう、これはまあ般若心経にも出てくる、風生風滅風空風上風動風現というね、全く一切分かれる以前の姿。じゃあ分かれる以前だけかというとそうだよね。まだ我々実は頭持ってんだからね、分かれた世界もある、今の場合ね。だからまた深く一切諸法に入れところ。その無量一教に書いた発想は如是にして如是法を生じ、発想は如是にして如是法に従し、発想は如是法にして、如是にして如是法に依し、それから発想は如是にして如是法に滅す、こう書いた。要するに如是と全くその掴まれないまんまだ。しかしながら生じを異滅するっていうね。これ結局は不幸不来、不幸不来なんだけれど、そこに如来に起こしてる。如是にしてね、生じ滅、そういうのをね、如来、来たるがごとく、去るがごとくだ、如如だ。で結局そういうのをね、そういうのが我々の生命の実物のあり方なんだ。それでまた無量一教にはこういう言葉もある。主上の根性欲無量なる上がゆえに説法無量なる、説法無量なるがゆえに義もまた無量なる。主上がいろいろのこうの、まあ、根性欲っていうね、いろいろな
いろんな根性やよく持ってるじゃない、根性が。いろんなことを、まあいわば各々の生まれ方があるじゃない、生まれ方に生き方がね、そういう根性をよく持ってるから、それだから説法も無料だ。説法が無料なら、またその受け取り方っていうのね、この意味も義もまた無料になりて、この意味もいろいろの意味になっちゃう。で無料義は、この今無料義今日の話ですよ。無料義は一方より小、この一方なんだ、たった一つの実物なんだ本当は。その一方とはすなわち無相なり、これ今言ったように無相なんだね本当は。で如是、これ無、如是無相は如是無相は不相なり、そうでない。で、そうっていうのは姿ですよ。全く如是、そのまま、まあ、赤ちゃんの今見てる世界考えてるあんた、俺全くただそうあるっていうだけであってね、それでそうはないですけど、これがこれだと判断していない。で、そういうそうでない、そのじゃあないのかっていうと、そうないっていうそうもない。そうならで、この不相の不相無相を妙意名付けて実相とな、こう書いてある。要するにそうならざる無相は無相をだ。名付けて実相となす。結局ね、ないって決まってるならない。しかしならないとも決まらない。これ二方あることなしなんだからね。無と無と対立する以前なんだから、無と無とあるとないと分かれる以前なんだね。あるとないとそこにあるって言えばもうそれだけ頭でつかんでる、ないって言えばまたつかんでる。ここが頭手放しっていう時にはね、あるともないともそう分かれる以前。しかしながらそのないっていうね、ないそうでない そうを全く持たないところの無相ですね。これは旅のまま実物だ。これはまあ随分難しい話だけれど、まあちょっとそのあれ、そうならざる無双を名付けて実相とますっていうのをまあ書いておいて、よく自分のお家に帰ってから温めてみてください。結局はね、ただ映るままっていうこと。それで諸法実相っていうね、法華経の話はこれから出てくるわけね。でまあ、早い話がね、これをまあ私が公式にすると、そのいつも言う、今は私はね、私は1だ。これで私が生命体験すればこそ全てのものがある。
私が生命体験しないところには本当に私の生命の実物はないんだから、すべて生命体験において私にとってすべてはあるね。そして私はっていうと、すべてを生命体験するところにおいて生きてる。だから私とすべてとっていうのは別れる以前のところで私は事実生きてる。事実生きてるっていう生命の実物ってのはそういうもん。それだから1イコール1歳分の1歳ってまあいつもこう公式に言うじゃない。ところがそれはっていうとね、この1がそれそのものがゼロなんだ。分かんない。その全くその無双なんだ。これ無双って本当のどうして無なのかっていうとね、まあ早話が分かりよく言えば、今我々が生きてる本当の生の実物っていうのは現在の一点だけなんです。現在の一点だけで生きてるわけだね。でちょっと以前はもう過去だ、それからちょっと後は未来、それで絶対にその過去っていうのは今じゃない、未来も今じゃない。それで今っていうのは本当に無の一点でしかない。一点は一点なんだけど無の一点、これがゼロ、ゼロイコール1なんだ。それがそこのところ1歳分の1歳が展開してるんだからね。まあ、そういうのを色即是空、空即是色とか言うね。私もだからこの公式は素晴らしい公式なんだ。だからノーベル賞どころ3じゃないんだ。で無量義、つまり、ね、生命の実物には実物なんだからね、二方あることなしだ。好きだ嫌いだね、金持ちだ貧乏だ、あるいはいいとか悪いとかですね、生きた死んだっていう話はね、これは二つに分かれてるでしょ。ところが実物はね、二方に分かれる以前なのから、二方あることなし。そしてだから一方であるわけだ。実物だからもう一方であるはずなんだけど、その一方がまた全くもう瞬間といったってその、瞬間っていうものがあるもんじゃない。ただ本当に無なんだ。しかしながらその無っていうのもまたその無っていうありがたしてるかっていうとそうじゃない。そうならざる無双なんだからね。そこのところに展開されてる。それでね、ところがだからそういうもんなんだけれど、修行の根性よくね、修行っていうのはまず事実、我々の頭持ってるじゃないですか。それぞれの頭を持ってるんだから、そうするとそのね無双がいろいろな意味に持ってくるわけね。それでその無双がその無量の意味を持ってくる、こういうことだね。で地上の根性欲は無量なんで、説法もまた無量だ。それでまた義もまた義っていうのは意味だね、いろいろの意味もまた無量だ。そういうことね。それで結局ね、最後にね、この無量義教にねの重要点として菩薩任さず如是真実相に安住し終わって発するところの慈悲は妙体にして虚しからず。結局ね、そういうその如是実相、如是真実相、そこのそういう生命の実物に生きるっていうところに初めてね、無縁の大慈悲心も
現れてくるんですよ。結局ここが言いたいんだね。結局仏教の大慈悲心ってね、まあ、キリスト教じゃ愛って神様の愛って、仏教で一番大切なのは無縁の大慈悲心。その大慈悲心はどこから来るかというと、そういう生命の実物そのものから出てくる。それを我々の生命の実物に生きていないか、俺の頭を修理してるか、それだからその俺が得するものばっかり考えるわけで、本当の意味の大慈悲心は出てこない。で結局大乗菩薩の本当の無縁の大慈悲心の根源はここにあるってことだ。でそのまああの大乗仏教っていうのはだからその難しいようだけど、本当の自分の生命の実物っていうのをね、それにそのよくこう推し進めて考えてみれば、こうそれ以外に生きようがないんだ本当は。あれあれね、俺好きな決してね難しいこと考えるわけじゃないんだ。我々の生命の実物そのものに変えればそれ以外にないってこと。で結局の発想してみるとね、今言う無量寿所三昧というのは何かというと、何今我々がする痴漢ただじゃないか。道元禅師がね、痴漢ただ痴漢ただって言われる。要するに我々ただ座る。これ、ね、悟りを求めてっていうんだったら、これあの無量寿所三昧じゃないね。これはもう迷いと悟りとって対立した悟りを求めるんだから。でそうじゃないんだよ、本当に悟らなきゃならないとか、迷いと悟りと分かれる以前のところを悟らなきゃならないってね。そうするとそのつまり修行の根性よ、今我々の頭を一切手放し、それでただ座ると。でこうただ座ってる時に結局なんだ、頭で俺はいろいろ頭で考えるけど、一切の頭で考えることは頭の分泌物でしかないなってはよくわかる。いやあの二三日前も私のところ電話かけてきて、こうしてあれした人いるけど、いやあのいつでもあっちも勤めるの面白くない、こっち勤めても面白くない、こっちに勤めても面白くないってね。それで今度勤めたところ、で勤めの方でもってお金出して、その人にそのあれですね、仕事させようってしてやって用意してるところ、あのどうもこれじゃ勤まらないって。そしてあの今日は本当は会社行かなきゃならないんだけど、そのもう行きたくないから、私にどうしましょうって電話かけてそれがやると困るんだね。でそれはあなたはもう社会に生きるっていう限りね、もう勤めるって言ったらば少なくともそれだけの責任があるんだから、だからとにかく行かなくちゃダメだって言って切ってやったらプスンって電話かけて切ってあれしたけどね、相手になってられねえわ本当にそうああいうのね、私つくづく思うんだけど、自分の頭をその絶対的物差しにして、でいいだ悪いだっていつでもそれで振り回されてるのね。この自分の思いを物差しにして、そのいいか悪いかしてフラ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 ね。だからつまり自転車に乗ってたって、こうハンドルがこう、私なんか乗らそうなるんだ、こうフラ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 って、どこ行くんだって分からねえなって言ってやってるようなね、あんなの困る。そうじゃない、もう自分の頭のいろいろことを思うのは当たり前なんだ。それをとにかく手放しにしてね、そしてその狙う
本当に狙うところは狙うんで、まっすぐにならなきゃならない。で、自分の頭の思いを物差しに行動、まあちょっと気がおかしくなるっていう人はみんな自分の頭を絶対的に思いをね、絶対的に考えてる人が多いと思う。そしてそういう人を見てみると、小さい時から甘やかされてね、欲望をそのブレーキかけることを教えられていない人が多いんだと思うね。だから自分の欲望はもうこうしたいっていうね、欲望に対してブレーキ効かないんだね。いや危ないですよ世の中。だけどね、そのいろいろことそら我々、ね、欲望ありますよ。しかしながらね、その欲望を絶対的に通さなきゃいられないっていう、そんな育ち方したら、だからこれから行き違いが多くなると思う。違いを今もうんと配慮してるらしいけど、これからいよいよ1億総聞きが違いが取るような時代になるんじゃないかな。もうみんなあんまり油断しすぎて自分の欲望ばっかり独走してんだからね。で、この本当はその根本はって言ったら、自分の頭の思いが分泌物ってこうね、分泌物って分かりますか。今歯はねちょっと修理中なもんだからね、ピとかシとかっていうのは非常に言いにくいね。結局頭の思いは分泌物っていうのね、これも素晴らしい言葉なんだけど、みんなそれが分かってくれるのか分かってくれないのかね。この私がまあこれ坊主になってからこの12月8日でちょうど40年になるね。それで昭和16年になったんだから、これ56年で40年。その間まあ35年ぐらいは気のつくように座念してた。最近はもう座念したりしなかったりして気楽なことやってるけどね。しかしこれもあれなんだけど、座念の総結論ね、これはいつも言うけど座念してるっていうね、座念ただ座ってる、これで何にも思わないっていうんじゃないもん。いろんな頭にいろんなことが思い浮かんでくる。まあ男の子ならみんな女の子のことばっかり考えてるから、これでもかこれでもかっていう女の子がこの偏見が浮かんでくる。これでもうこうしちゃいられないってそういう思いもするわけだよね。だけれどこれ座念にしてこう女の子としてこう考えてること、それを座念に戻って、そしてあれすると頭手放しにすれば、これ座念、あ女の子を落っこっちゃう、これが心理に脱落だ。そうするとまたすぐこうトムさんが、私なんかはもうやっぱりアメリカ人だから血が出ばなんかしてこの、それがなかなか落っこちないように思いますって言ったらね、そんなことはね、アメリカ人だって日本人だって同じく落っこちるんだけど、すぐまたすっごいあんた自覚を落っこちないみたいに見えるだけだ。これ頭手放しにしたって同じにはとにかく落っこちるんだ。それからまたすぐは現れるんだ。それととにかくこれをね、百千万の部発することだ。で、そういう生命というものはだからそういうふうに生きてるからね、その時その時こう今言う国交なんだ。で、そういうね、そういうのをそういう座禅生活を長年やってきて、座禅とは何かっていうね、結局の話、頭ってやつは一つのいわば機関だからね、それでいわば臓器臓器内臓じゃないと、とにかくまあ一つの機関じゃない。だから、ね、いろんなその思いがね分泌するわけです。この分泌物が思いっていう、これはみんなそうは思ってないでしょ。自分の頭ので思いよったこと、
その思ったこと、あれが欲しいと思ったらそれを主人公にするチャレンジ、あれとあいつ嫌いと思ったらまたそれを主人公にする、あれが好きって言ったらまたそれを主人公にする、みんな思いも主人公にしちゃう、分岐物は主人公にするんだから危ないな、当たり前だ。そうじゃない、座禅というのは自分のその思いは全て分岐物だと見渡してる姿勢だね。そしてこのそうすると一切の思われたこと、現れたことね、これは生命の風景だと思う。どうせ生命の風景だから生命の風景として見てる。そしてしかしその生命の風景を取り除いて私の命はないんだから、その生命の風景として大事にする。いや、大事にするから私彼女を大事にします、それでは違う。そうじゃない、好き嫌いを超えたのが生命の風景ですよ。一切別れる以前だから、一切分の一切ということは、一切が分かあの全てが分かれる以前、別れる以前が本当の生命だから、それを大事にする、ね、それがね、だってしかんただの根本だ。で、要するに座禅しながら法華経もお経も読むと、はっきりそれが分かるってことは、これでよく分かる。今の話ね、それ座禅しないで法華経講釈行ったって、聖宝剣道講釈行ったって、どうせ見当外れなんだって沢木老師が言ったもん。一切経はね、座禅の脚注である。確かにそうだ。たくさんの一切経は座禅の注釈本なんだね。だから注釈本を注釈だけ読んでってことはしません。ただその注釈本を通して座禅するとはっきりする。で、その点、その今我々